皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は、帝徳の下山法バーブキッドの続きをプレイしていきたいと思います。1939年開戦になっています。で、前回までにですね、ご覧の通り、日本軍は西はシンガポール、マラッカ海峡を抑えていて、ここには艦隊、3個艦隊入れています。ちょっと傷ついている艦隊が多いので心配なんですが、正義空母「蒼龍に赤城」というところで、艦載機増強をかけているという中、こちらの艦隊でまずは防衛をしていきます。で、飛行場が完成しているので、この飛行場にも、航空隊を派遣してあるので、この後ですね、さらに航空隊を増強していきたいなというふうに思っています。ただお金がないので、基地、新たな第2、第3の飛行場建設はもう少し先になるかなというふうに思っています。で、一方ですね、アメリカ軍の反攻が始まってまして、前回、小笠原、ここで敵と激戦を繰り広げたわけなんですが、艦隊が傷ついているので、艦隊を、ね、まずは増強していきましょう。では艦隊を動かしていきます。まず第1艦隊から見ていきましょう。マラッカに入っている第1艦隊はこのままドック入りしつつ、敵が来た場合には防衛に入っていきます。で、主力第2艦隊、これはですね、哨戒している長門、山城あるんですが、これこの後南太平洋進出させていきましょう。おそらく南太平洋にアメリカ軍の艦隊が入っていると思うんですが、これを撃破するのが目標になります。同じく主力第3艦隊、これも南太平洋にいる敵艦アメリカ軍を撃破、そして海数刀でオーストラリア攻略に入っていきます。第4艦隊はシンガポール駐留です。第5艦隊マリアナ沖、これも駐留で、第6艦隊、これ小笠原沖で待機。第7艦隊、これ日本近海でドック入りしています。で、第8艦隊、これはこの後南太平洋に進出します。第2、第3、第8、この3艦隊で南太平洋の攻略に入っていきましょう。続いて、今トラック沖でドック入りしている第9艦隊、これもですね、この後オーストラリア侵攻の戦力として使っていきたいんですが、少しでも回復はしたいので、もう1ターン、もう1週間トラック沖でドック入りします。第10艦隊もトラック沖なんですが、これを一転小笠原沖へ移動させます。で、第11艦隊、これはマラッカ海峡シンガポールで防衛の任に入ってもらいます。で、この第12艦隊は正規空母4隻入ってるんですが、これ残念ながら艦載機がゼロなので、まあ言ってみればただのベニヤ板に近い状態なので、一旦小笠原沖で待機で、アメリカ軍が侵攻してきた場合には出撃しません。で、艦載機に関しては製造1週間でできるので、次週お金が入ってきたら艦載機作ってすぐに載せましょう。で、第14艦隊はこれ小笠原沖で待機、こんなところになります。では時間を進めていきましょう。ちょっとね、南太平洋の敵の動きが見えないところは心配なところにはなるんですが、出撃するのは第2、第3、そして第8の3個艦隊、これを投入していきましょう。まずですね、アメリカ軍の動き全くわからないんですが、この南太平洋でアメリカ軍が航空基地を持っているのはもう画面の中央1個しかないので、ここに向けてまずは水上部隊を突入させます。戦艦3、巡洋艦5、駆逐艦8の第2艦隊、これを突入。空母4隻の第3艦隊、これは一点後方待機。で、戦艦2、巡洋艦5、潜水艦5、駆逐艦4の第8艦隊も、これは敵の航空基地に対して特攻をかけます。では、早速海戦の方を始めていきましょう。日没とともに出撃です。まずはね、敵の動きをしっかりキャッチアップしたいので、
敵の空母戦艦がいるようであれば、これを撃沈やっぱりしたいんですよね。空母部隊が先に進出するのは危険なので、空母部隊は一点ちょっと後方に待機させましょう。まあ、夜のうちにできればね、敵の航空基地にダメージを与えておいて、夜明けとともに航空隊による航空攻撃でとどめを刺すというのが理想的な展開なんですが、夜明けとともにこちらの航空隊を敵の航空基地に攻撃に向かわせた隙に敵の空母がいた場合にだいぶダメージが出てしまうんで、そこだけねちょっと心配してます。今最大戦速で敵の航空基地に向けて進行中です。おっと、敵艦発見してますね。これで敵の空母を仕留められれば一番ありがたいんで、敵の空母発見できればこれを撃沈していきましょう。敵の空母がいますね。これは敵の空母を追いましょう。夜のうちに敵の空母を仕留める。少なくても航空隊が発艦できない状態にはしたいですね。敵の空母逃がしちゃうかな。取り逃がしそうな、そんな気配ですね。残念だな。さあ、敵の航空基地から爆撃機が飛びましたね。爆撃隊は敵の空母に向かったが、まあ、これはしょうがないね。
任意にしてしまったんで、一時的にとはいえ。それよりも敵の艦隊が出てるな。急ぎ空母を逃がしましょう。それよりも敵の空母に致命傷を先に与えたいな。敵の空母が出てるね。さあこちらの第8艦隊は敵の空母を取り逃がさないようにしっかり追っていきましょう。敵の正規空母レキシントも撃沈してますね。よし、敵空母ヨークタウンも撃沈してるね。これで戦局はだいぶ楽になるはずなので、あとは味方の艦隊がね、ダメージを受けないうちにしっかりと遠方へ逃げ切りましょう。これオーストラリア攻略がちょっと大変になりそうだな。あとはおとりとなってくれている駆逐艦、あの駆逐艦をおとりに、まあ、沈没今しちゃいましたけど、これによって敵の艦隊はこのあとねおそらく撤退していくと思うので、これでまとまったお金が入ってきた後にオーストラリア攻略へと向かいましょう。撤退行動に入ると思われます。では時間をバーッと先に進めちゃいましょう。ダメージはありましたけどね、味方の正規空母、あとは戦艦、これの撃沈がなかったのでね、まあよしとしましょうか。南太平洋のダッシュに成功です。味方の方は駆逐艦が1隻2隻、潜水艦が1隻2隻3隻と第8艦隊から被害が出ています。で第3艦隊の方からは駆逐艦2隻が撃沈、一方敵第2第5第6艦隊が出ていて、まず敵の第2艦隊、これ完全に殲滅しました。
正規空母ヨークタウン撃沈、 あとは敵の第5艦隊にいた正規空母エンタープライズ、これは取り逃してますね、まあ、ただ正規空母レキシントンは撃沈してます。まあ、敵の正規空母とガチンコで殴り合ったという感じですね今回は。ではいよいよ次はですね、オーストラリア、これを攻略してオーストラリアで資源をまるっといただきましょうということになるので、まずはこの南太平洋の防衛がね必要になってきます。で、南太平洋の防衛にはトラック沖に入っている第9艦隊、これを派遣しましょうか。ちょっとね、このトラック沖にいるこの第9艦隊だけで南太平洋が守りきれるのかというのはあるんですけど、南太平洋を取りに行った一番の理由というのはお金、ボーナスが欲しいんですよね。大本営の攻略目標が南太平洋になっているんで、これを防衛しっかり1月までしてお金が欲しいというのが一番の理由なので、守らないと意味がないんですね。なので、南太平洋は守りたいんですが、一方で資源も欲しいので、今南太平洋を攻略した主力部隊、これは一点オーストラリア攻略に向かいます。オーストラリアもかなり厳しい状況ではあるんですが、で、新たに創設可能なこの潜水艦艦隊ですね、この潜水艦艦隊を創設してしまって、これをまずは小笠原へと派遣していきましょう。で、肝心の関西機ですね、これはもう数が全く足りていないので、救急の艦爆ですね、これを55生産しちゃおう。で、今生産した艦爆をまずは傷ついた第3艦隊の艦載機の補充に当てていきます。まあ、本当だったらね、一刻も早く新しい空母に配備していってあげたいんですが、最前線にいる部隊が最優先ですね。では次週はオーストラリア攻略戦、これをやっていきたいと思いますので、次回もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。敵の正規空母一隻取り逃したのが偉大ですね。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。